81から775、776、777型電車は、ロシア連邦の首都、モスクワ市内の地下鉄である、モスクワ地下鉄で使用されている電車。最新技術の導入や、利便性向上などの改良を多数行った形式で、モスクワマイナス -2020 という愛称を有する。二千十八年、ロシアの首都、モスクワの地下鉄である、 モスクワ地下鉄を運営するモスクワメトロ公社は最新技術を取り入れた新型電車2020を開発する計画を発表した。これに合わせてメトロワゴンマッシュや10月電車修理工場で量産が実施されているのが81から775、776、777型、通称モスクワ -2020 である。 モスクワ地下鉄には2017年以降、車両間の貫通ホロの設置や乗降扉幅の拡大、バリアフリーに対応した設備、USB 用コンセントの設置などの革新的な技術を取り入れた、モスクワこと81から765、766、767型の導入が続いていたが、このモスクワ -2020 は運用実績をもとに、 以下のような設計変更や、さらなる改良が実施されている。これらの改良に加えて、モスクワ -2020 の車内各所には、安全対策として監視カメラが設置されているほか、車内には UV ランプを含んだ消毒装置が導入され、ウイルスや消毒を99%殺菌する。車両の対応年数は31年を想定している。 最初の車両は2020年に製造され、9月にモスクワ市長や報道陣に公開された後、10月6日から環状線で営業運転を開始した。以降も同線に加えてカルーシュスコリーシュスカヤ線、大環状線での運用に向けて170編成以上の大量生産が予定されており、これらの路線で使用されていた旧型電車を置き換えることになっている。 これにより2023年までにモスクワ地下鉄における平均車齢は15年から10年へとなり大幅な近代化が達成される。ありがとうございます。